はい、本日のお客様は実は2回目の登場となります。タイタンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりでございます。皆さん、タイタンさん覚えてますか？ラガーマンシリーズで出ていただきました。はい、ちょうど1年ぶりぐらいですかね。1年ぶりぐらいですね。ね。はい。相変わらず、でかいですね。でかいですよね。でかいですよね。はい、いつもチャンネル拝見してて、でかいなと思うんですけど。190センチ。ありますからね。ありますからね。よくトレーニングの動画載せておられるときに、なんかすごい足がはみ出てるなと思って、なんかね、ありがちです。ありがちですか。ベンチプレスとかされてるとき大変ですよね。そうですね。大トルとかできないんですよね。あ、はは。はい。スクワットとか一緒にベンチとかもそうなんですけど、やると全然手の長さとか、バックを置く高さとかが違うんで、同じぐらいの体格の人とゴートレできればいいんですけど、そうじゃないので、結構ゴートレが難しいです。なるほどね。いやいや、それはそうですよね。ありがとうございます。まあ、じゃあ去年はそのラグビー関連の話題が多かったんですけど、この1年特にトレーニングとか何か力入れてこられたことってあるんですか？今年はですね。自分は背中がウィークポイントなんで、背中を中心に頻度を上げてやってきたっていうのがあります。背中、あ、それはフィジークに向けて。フィジークに向けて。ああ、でやっぱり変化しましたか？したと思いたい。したと思いたい。なるほど。じゃあそれは視聴者の皆さん後で拝見しましょう。背中はなんかね、ありがとうございます。じゃあフィジークは実際去年出場されてみて、どんな大会に出られたんですか？去年はですね、7月に FWJ の大会に出て、それは8位とかだったんですよ。でそれが悔しくて、12月にマッスルゲートっていう大会に出て、そこで3位になったんですかね。で来年の今年か、今年のゴールドジムジャパンカップっていうのがあるんですけど、その出場権を得られたんで、そこも今年はやっていこうかなっていう感じです。ああ、ちなみにその大会はいつあるんですか？まだ決まってないんですけど、おそらく11月後半から12月頭ぐらい。なるほどね。またそんなコロナが流行りそうな時期にあるんですね。ちょっと年末のね、そう怪しい時期にあるんですけど。怪しい時期にね、なんでそこに持っていくんでしょうね。なんかその予選があるんですよ。そのジャパンカップっていうのに出るのは権利が必要で、でその地方大会の入賞者じゃないと、上位3位だったと思うんですけど、じゃないと出れないっていうのがあるんで、それまでの期間にその地方の予選をいっぱいやってるので、後の方になっちゃう。後の方になっちゃう。感じです。すみません、コンテストにあまり興味のない人間からするとですね、どうせ脱ぐんだったら脱ぎやすい時期にやればいいじゃんと思っちゃうんですけどね。あ、そういうわけでもないんですね。なんかそういう流れ背景がだけあるんでしょうね。ご都合ね、大会の方のご都合があるんでしょうね。わかりました。なんか冬にやるってフィギュアスケートの大会みたいですね。そうですね。ね、なんかね、なんかまあ美を競うという意味に共通してるんですかね。まあそうなんですかね。ね、演技のね、まあ演技じゃないけど、というなんかすごい雑なまとめ方でしたが、ありがとうございます。はい。本日はタイタンさんの筋肉をチェックさせていただきます。なんか相変わらずでかいですし、手も長いし、足も。皆さん見てください、この足長いですよね。ね、長い。長くないんですけどね。長いというか、これは何ですか？これはなんか。これは内転筋。内転筋というものなんですね。人間の体こんなことになるんですね。これちょっと PR ポイントですね。PR ポイントですよね。足の形が。本当ですね。あ、ちょっとパカッと開いてもらっていいですか？そうそうそう。あ、これ分かりやすいですね。なんか不思議な形になってますね。盛り上がってます。なんかこっちもポコって出るじゃないですか、はい、これもスクワットじゃないですか、はい、これはなぜみたいな。これは分かんないです。分かんない、謎ですね。なんか、はい、うん、すごい。これなんか歩いててまた擦れしません？自分で。ここね、でも擦れますね。擦れますよね。はい、めちゃくちゃ擦れます。なんかめくれそう、皮が。なんかそういうなんか被害というか、そういうなんか影響はないんですか？いや、なんかここだけ全く毛が生えないんですよ、ね。多分それで毛根が死んじゃったんですね。毛ないんですよ。あ、かわいそうな毛根。あ、なるほど。すりつぶされました。あ、すりつぶされました。あ、なるほど。ちょっと筋肉自慢のコーナー初の内転筋でございます。あ、ありがとうございます。続いてどこ自慢の肩なんですけど、はい、肩はどこがポイントですか？でかいですね、肩。お、でかい、なんか全体的にでかくて画面に収まりませんみたいな感じの、なんかまだまだ。いやありがとうございます。じゃあタイタンさんの方でございました。